か。たまの百姓風情が生きがりやがって、近藤勇みたいな学も教養も信念もないような男に付き従うお前らに長州がやられてたまるか。カラスから聞いたぜ、お前が新選組に入った本当の目的は。源さん、局長と玉を愚弄され、黙っているわけにはいかない。邪魔をしてすまなかったな。頭に血が昇ってしまったようだ。火の上、よし、じゃそろそろ帰るとすっか。そうですね、もうクタクタですしね。松原が減った分、褒美の取り分も増えるってもんやな。おお、そりゃそうだ。あんたお釜割りに頭いいね。ねえ武田さん、せっかくだからもう一人減らしちゃいましょうよ。面白い、やってみろよ。いつでも泣いてんのに。次は敵を取り逃すことのないよう頼みますよ。斉藤、よう覚えとけ。これが新選組っちゅう組織や。疑わしきは粛清する。俺はお前を粛清しとうない。どういう意味だ。次に敵を見逃すときは、もっとわからんようにうまくやれ、ちゅうことや。これはこれは勝先生、幕府のお偉いさんがこそこそおいでになるとは。ここらで薩摩に鞍替えでもする気でっか。あんたに身の振り方相談するためにわざわざ今日まで来たわけじゃない。いつまで経っても動かない薩摩芋の尻を叩きに来てやったんだよ。相変わらずやね、勝藩は。理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れない。これからは薩摩の武力が物を言う局面だ。とても幕府の人が口にするセリフとは思えませんな。今日は腹の探り合いはなしだ。私が本当は幕府側の人間でないということは知っているのだろう。ま、なんとなくは。これまで上の連中に異国に負けない国づくりを訴え続けてきたが、やつらの固い頭は変わらない。ならいっそ幕臣という立場を利用して幕府を中から破壊してやろうと思って。手を組め最後。うちにいる私と協力し、外から幕府を叩くんだ。幕府に戦争を仕掛けろ、ちゅんでっか。ああ、戦争に勝った暁には、あんた新しい国の頂点に立てる。悪い話じゃないだろう。それに今日はあんたらが戦に勝てるようとっておきの武器を連れてきた。武器？この男はイギリスの武器商人と太いつながりがあってね。その気になりゃ江戸城を一日で落とせるほどの武器弾薬を調達できる。
土佐脱藩浪士坂本龍馬だ。坂本龍馬。新選組の屯所に行くのか。ああ、それがどうかしたか。ちょっと気になることがあってな。なんだ。お前が池田屋で桂小五郎と話したって内容のことだ。奴は竹地からお前の素性を聞かされていたんだったな。ああ。だとするといずれ桂はお前の正体を新選組にばらしちまうんじゃないか。どうしてそう思う。所詮桂は長州の人間だ。その長州にとって新選組は天敵。三番隊の隊長が勤皇派の大物と兄弟分なんておいしいネタ放っておくはずがねえだろう。奴が俺の素性を組に密告すると。そうすりゃお前は松原の二の舞だ。三番隊隊長は粛清。長州にとっちゃ新選組の戦力源は願ったり叶ったりのはずだ。桂はそういう手を使う人間には見えなかったよな。でもよ、どのみち桂がどう出ようが俺が新選組の中で動ける時間は限られてる。どういうことだ。俺が天然理心流を追っていることは池田屋で幹部たち全員に知られた。ああ、そうだったな。今のところ新選組にとって俺は戦力になって、少しでも必要とされている間は粛清されることもないだろうが、残された時間はあとわずかということか。だから少し強引にでも覆面の男に迫る必要がある。時間のある限り新選組に顔を出してあの男に近づかなければ。近藤勇のことか。相変わらず接触できてないのか。ああ、豚所にもまるっきり顔を出さねえ。お前が見たとこ一番怪しいのはやっぱり近藤か。東洋様をやった覆面の男は。さあな。だがそうでなかったとしても近藤なら覆面の正体を知っているはずだ。ああ、天然理心流の元締めなわけだからな。近藤も局長である以上いつまでも姿見せねえってことはないだろう。その機会を逃さないためにも俺はなるべく豚所に顔を出すつもりだ。わらも引っ込んどれや。こらわしら近藤出せよとるんじゃ。斉藤君、さっさと入れ。おお、待て、わしらも殴れんかい。局長は多忙につき不在。先ほどからそう申し上げてる。なめとんのかボケ。わしらは京都見回り組や。浪人風情が誰に向かって口聞いとるんじゃ。佐々木さんよ、キャンキャン泣いてねえであんたらも手柄が欲しけりゃ自分たちで汗かけや。寝ぼけんなよこら。池田屋でカツラ取り逃がしたんが手柄か。その責任はどないする言うとるんや。京都見回り組、まだ粘っとるらしいな。見回り組、門の前で騒いとった連中へ。知らんのか。ああ、あいつらは要するに家柄のいい新選組。新選組は浪人の寄せ集めやが、京都見回り組はれっきとした幕府の家臣で組織されとる。せやから連中
新選組にだけは負けたないんや。意地の張り合いか。大声出してたんが、見回り組の佐々木忠三郎いう男や。大口叩くだけあって腕は立つ。あんたから見てもか。なあ、あいつは相当なもんや。お前も気をつけといた方がいい。佐々木忠三郎か。それはそうと、池田屋の傷はもういいのか。お前がおらんかったら、あの吉田なんちゃらにやられとったかもしれん。これでも感謝しとる。礼を言う。